州国ケンタッキー州ルイビル出身のプロバスケットボール選手 NBA のミネソタティンバーウルブズに所属しているポジションはポイントガードマクドナルドオールアメリカンでのラッセルフロリダ州にあるモントベルデアカデミー校ではベンシモンズと共に2年連続の全米王者に導きマクダナルドオールアメリカンに選ばれたオハイオ州立大学進学後も主力として活躍 オールウィック10ファーストチームフレッシュマン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2015年の NBA ドラフトのアーリーエントリーを表明し、1位指名の予想もあった中、ロサンゼルス・レイカーズに1巡目2位で指名された。カレッジ成績レイカーズでのラッセル12月4日のアトランタホークス戦で16得点10リバウンドで初のダブルダブルをマーク。2016の ライジングスターズチャレンジに出場し22得点7アシストをマークした。3月1日のブルックリンレッツ戦でキャリアハイの39得点をマークし、これは2015から16年シーズンのルーキーの中で最多得点であり、レイカーズがロサンゼルスに移転してからの新人記録でもある。また8本の3ポイントシュートを決め、ルーキーでは歴代2位そしてレイカーズのルーキー記録であった。 チームルーキーで1位となる1点にスティールをマーク。レイカーズの新人記録となる130本の3ポイントシュートを決め130本を決めた最年少プレイヤーになった。NBA オールルーキーチームセカンドチームに選出された。11月15日のネッツ戦で32得点をマークするなど順調な滑り出しだったが11月23日に左膝に DRP 注射をし2週間後に復帰した。2月2日のワシントンウィザーズ戦で、キャリアハイの11アシストをマーク。2年連続で、ライジングスターズチャレンジに選出された。3月19日のクリーブランドキャバリアーズ戦では、レイカーズの最年少記録となる40得点をマークした。2017年6月23日に、ブルック・ロペスとドラフト指名権とのトレードで、 ティモフェイ・モズコフと共に、ネッツへ移籍した。2017から18シーズン2017年11月17日、ネッツはラッセルが、同月11日のユタジャズ戦で追った、怪我のため左膝の手術を行ったと発表した。ラッセルは負傷するまでの12試合で、平均20.9得点、5.7アシストを記録していた。2018年1月19日に行われた、 マイアミヒート戦で32試合の欠場を経て手術から復帰し約14分プレーした3月13日に行われたトロントラプターズ戦で32得点を記録試合はラプターズに116から1 0で敗れたラッセルは第1クォーターだけで24得点を記録ネッツの選手が第1クォーターに記録した得点としては2005年4月4日の ボストンセルティックス戦で、ビンス・カーターが24得点を記録して、以来の高得点となった。2018から19シーズン第14週目の、週刊最優秀選手賞にも輝くなどチームを、牽引。2月には、怪我のビクター・オラディポに代わり、第68回オールスターゲームのリザーブ枠に、選出された。同ゲーム出場は、 ネッツの選手としては2013から14シーズンのジョージョンソン以来となる。この年、エースに成長したラッセルは、最終的にチームをプレーオフ進出に導いた。2019年6月30日、サイントレードでゴールデンステートウォリアーズに4年1億7000万ドルで契約した。ステフィン・カリー、クレイ・トンプソンの両エースを怪我で書き、 リーグ最下位に低迷するチームにおいて、キャリアハイの平均23.6点を記録するなど、奮闘した。2020年2月6日に、アンドリュー・ウィギンズとドラフト指名権とのトレードで、オマリス・ペルマン、ジェイコブ・エヴァンスと共に、ミネソタティン・バーウルブズへ移籍した。高精度の外角シュートや、フローターなど優れた、得点技術と、ピンポイントで通す高いパススキルを持つ一方で守備を、 課題としている。ありがとうございます。